Hey, what's up everyone? It's Bobby from QT Japan, coming at you with a video by my friend, Horinao, who is a wabori or Japanese tattoo artist here in Okayama City. So just as a disclaimer, the information that Horinao provides is coming from his 2+ decades of experience in the Japanese tattoo industry. So please be courteous and thoughtful in the comments down below. And without further ado, let's dive right in. よろしくお願いします。岡山県で入れ墨師をやってます。初代堀直と言います。和彫師っていうのは、まあ、一門があって師匠がいて、そこに弟子入りして修行するっていう、そういうやり方なんですけど、僕の場合ちょっと変わってて、僕が教えてもらった先生はタトゥーアーティストで、まあ、インクマジックっていうところがあって、そこの栄作さんっていう人にお世話になったんですけど、絵を描いていくうちにいつもこう見てるのがもう昔の浮世絵とか、そういう絵がやっぱり好きで、そういう絵を描いていって、やっぱり和彫りがいいなと思って、10年ぐらいインクマジックで働かせてもらってから、ちょっと独立させてもらって今の形があるんですけど、もう僕がその入れ墨を入れる仕事をする時に一番考えてるのは、まずもう構図のバランス、少し遠目から見ても何が入ってるか分かるっていうのと、近くで寄ってみたらすごい細かい仕事もしてるっていうのがやっぱ理想で、何よりお客さんと最初に打ち合わせの時に話をするのがもう一生ものなんで、絶対消えないんで、今ちょっと技術が発達して、まあ、レーザー除去とかありますけど、あれも綺麗に消えないんで、しっかり話し合いして、でそれから挑むっていう感じなんで、まあ、一生消えないっていうのと、構図バランスっていうのを一番大切にしてますね。ポイントで例えば1回で終わるっていうのではなくて、和彫りっていうのはやっぱり背中一面とか両腕とか、まあ一回で絶対終わらない仕事なんで、何回も通ってもらうんですけど、それももう詰めて一生懸命通って、はい終わりじゃなくって、ゆっくり1回2時間とか3時間で、月に1回とか2ヶ月に1回でもいいですし、それでゆっくりもう絆を深めながらお互いので、まあ完成させていくっていう、その完成させていく過程もみんな楽しんでくれてる特徴ですかね。だからやっぱりお客さん一人一人とのコミュニケーションも大切で、その人の、まあ、ずっと付き合ってれば、まあ、背中一面月に1回行くと、やっぱ1年以上2年ぐらいかかってくるんで、そうするとその人の、まあ、人柄も分かってきて、そうするとまあ途中で派手な感じがいいって言ってたけど、まあもうちょっと渋い感じの色に変えようか、紫をやめてもう朱色だけにしようとか、そういうの変わってきたりもするし、そういうのも楽しいですね。大体お客さんが最初に来た時に、もう背中一面お願いしますとか、腕を両方ゴムでお願いしますとかっていう形で来ることが多いんですけど、まあ、その和彫りの楽しいところが、また例えばゴムで終わって完成して、お互い、まあ、納得してお客さんも喜んでもらって帰っても、まあ、少し期間が経って、やっぱりちょっとここまで伸ばしたいですとか、背中一面行ってたけど足まで行きたいとかっていうのを、まあつないで伸ばしていけるのが、まあ、和彫りの楽しいところでもあって、まあ、そういうのでも楽しいですよね。で、まあ、結局全部コンプリートしてしまったら入れるとこないんですけど、それはでもその時の、でも完成した時のそのお客さんの喜びを見てるのが、まあ堀市冥利に尽きるかなって思うんですね。ぶっちゃけそんなふんどしをすることがないんですけど、まあ、完成した時に写真撮る時はやっぱふんどし締めて写真撮るんで、背中の中心からやっぱりこう背中一面見えた感じが、やっぱふんどしが一番見栄えがいいので、外国行った時にオーストラリアとかで背中を彫ってくれっていうお客さんがいた時に、腰から上で収めてくださいって言われることが多いんですよ。でそうなると、なんでかって言ったら腰から下は見ることがないからズボンは脱がないんでって言うんですけど、そうなると腰から上のスペースってこれぐらいになっちゃうんで、めちゃめちゃちっちゃい、もう顔とか人物をこんなんで彫るとやっぱり迫力もないし和彫りにならないんですよね。なんで、あのふんどしを締めて遠目で見た時に、大きく足のその膝の辺まで入ってるので、やっぱり背中一面って捉えるのが、まあもう普通ですかね。日本での入れ墨が、その入るに墨と書いて、その刑罰で悪いことした人がおでことかここに線とか入れるっていうのもあったみたいなんですけど、それと和彫りの彫り物っていうのは全く別物で、彫り物っていうのは、まあ、江戸時代の末期幕末ぐらい、180年ぐらい前に始まったって言われてるんですけど、その時に粋な職人さんたちが、漁師さんだとか
まあ、飛脚とか飛消しとか大工さんとか飛び職人みたいな人たちが、まあ、浮世絵をそのまま体に彫り込んでもらって彫って楽しむという粋な遊びだなっていうので流行ったのが、まあ、発祥とされてるんで、まあ、漁師さんとかでもその自分のもし、まあ、事故にあっても何か行方不明になっても見つかった時に誰か分かるようにとか、まあ、いろいろ、まあ、諸説あるんですけど、そういういろんな意味合いを込めてみんな掘っていったっていうのが始まりなんですね。で、まあ、その時にその、まあ、俺はこう我慢していたぞっていう、まあ、その男らしいだろっていうのでもすごい流行って、で、まあ、日本人の性質がやっぱそういう気持ちがすごいあるんで、今でも僕らもそういうふうに思ってるんで、今その海外のタトゥーとかだったら、その最近よく聞くのが、あの痛み止めの薬とかそういうのをまあ塗ってタトゥーとか彫ってる人もいるみたいなんですけど、うちはもうそういうのは一切なしでやらしてもらってて、その痛いのも我慢して一生もの彫るっていうのがもうやっぱ醍醐味なんで、そこはもうお客さんにも我慢してもらって一緒に頑張ってます。絵柄はもういっぱい、もう無数にあるんですけど、まあ、最近海外でオーストラリアとかも仕事で行かせてもらってるんですけど、やっぱり外人さんも和柄が好きで和彫りを彫ってくれて来てくれるんですけど、ただまあだるまとか般若とかは多いんですけど、まあ、だるまとかは転んでも起き上がるぞっていう意味合いを込めてだるまを彫ったりとか、まあ、いろんな全部に意味があるんで、和彫りとタトゥーの違いっていうのは僕はちょっと、まあ、多分みんな認識が違うと思うんですけど、手で彫ったら手彫りをしたら和彫りかって言ったらそうではなくって、全部物語があって、その和彫りには、まあ、歴史と日本の歴史と日本の文化があって、その江戸時代から流行ってた浮世絵のそのストーリーを、まあ、体に彫り込むっていうのが、まあ、発祥なんで、そういうそのストーリーを持っていればもう全て和彫りだと思ってるんで、まあ、和彫りの中に額っていうのがありますけど、まあ、額はそのまあ、メインの柄があってそれを引き立てるための背景ではあるんですけど、その額っていうのがすごい大事で、背景に、まあ、上の方に雲があったり、で下の方に波しぶきがあったり、で渦の風があったりっていうのを、まあ、背景として額彫りをして、まあ、見切りっていう、こう切っていくっていうやり方、これはまあここで切ったり五分で切ったり七分で切ったりっていうやり方、その隙間とかのこう際のところ見切りっていうんですけど、その見切どういうふうに見切ってるとか、どういうふうな額を入れてるか、濃淡の違いとかもう彫り師によってみんな違うんで、そこも結構こだわってやってますね。でもいずれはやっぱりその額を見た時に、あ、これ彫り直の仕事だなって言ってもらえるように、まあ思ってますね。だからまあメインの柄がもちろん大事なんですけど、それ以外もの額、背景、その季節感を出すための花とかっていうのも全部が大事で、一般的なんですけど、これも別にルールがあるわけじゃないんですけど、僕らが見てやっぱ一番かっこいいなと思うのはそういう形ですかね。で、和彫りっていうのがそのタトゥーと違うところは、まあ形がカイナっていう、まあ、太鼓のように胸の部分でカイナっていう太鼓のようにしたり、まあ、胸割りって言ってこう全部ここだけ開けて、まあ、下まで下ろすとか、あと全部こっから下を全部入れてしまうどんぶりっていうんですけど、まあ、手彫りに関してなんですけど、手彫りは僕はまだ全然なんていうんですかね、まだ修行中というか、とある先生に笠岡の方でお世話になってた先生がいて、でまあその先生に教えてもらってる途中の段階なんですけども、みんなこう流派があってやり方が全員違うと思うんですけど、僕のやり方はもうその笠岡の先生に教えてもらったやり方でやってるんですけど、例えば墨もこだわった墨を使って、硯もこだわった硯を使って、でまあお客さん一人一人にその彫る直前に、まあ、35分かけて、まあ、墨を擦ってもらうっていうのを、でまあその墨をお客さんに何で擦ってもらうかって言ったら、その擦ってもらってる間にその墨の香りでリラックスして、で精神統一して、でこれから入れ墨をじゃあ彫るぞ、彫ってもらうぞ、まあ僕も一緒に、まあ、横にいるだけですけど、まあ、これから頑張っていきましょうっていう、まあ、その時間ってすごい大切で、実際に彫り出す前からそのもう始まってるっていう感じなんで、入れ墨は、まあ、そういうのも結構大事にしてますね。僕がまあ目指してるのはもちろん手彫りも習得して、でまあマシンも習得して、キャリアがそうですね23、24年ぐらいなんですけど、その23、24年の間でも全然入れ墨の世界って進化してて、マシンもどんどん変わってきて、
今じゃもうそのコードレスって言ってもうその電池だけで動くマシンでカートリッジで全部取り替えができて衛生的にもいいですし、まあパワーも安定してて綺麗に掘れるんですけど、だからそういう現代の力も使いつつ、その江戸時代からずっと脈々と受け継がれてきた手法の手掘りっていうやり方も習得して、で両方のいいとこだけを取っていきたいっていうふうに思ってますね。いずれは、まあ、入れ墨自体がまだ日本でそう一応まあアンダーグラウンドな世界ではあるんで認められてないんですけど、僕はもうそれでいいと思ってて最初から今の今も思ってるんですけど、まあアメリカみたいなこうファッションとしてタトゥーみんなにで OK だよっていう風なのは僕はどうかなと思ってて、言い方悪いですけどグレーな、グレーゾーンで全然まあいい仕事ができれば、別に世の中に出てあの入れ墨がみんな入れようよとかいうつもりは全くないんですけど、もうその人その人の楽しみなんで、もう僕らだけで入れ墨が好きな人が掘りに来てそれを掘ってそこだけで楽しんで、その人たちはもう絶対満足してるんで、ただまあそれで悪いことして入れ墨を出して威嚇したりとかっていうのは僕も良くないと思うし、まあそれは今も昔もそうだと思うんですけど、その日本で入れ墨を入れてるっていうのがやっぱりこう悪いイメージがまだ強いんですけど、入れ墨を入れたら悪い人かって言ったらそうじゃなくって、入れてる人もいい人もいれば、もちろん掘り師も悪い人じゃないと思うんで、ただ悪いことをしてメディアとかに報じられると、この人は入れ墨入れてますよっていうふうに報じられがちなんで、まあそういうイメージはありますけど、でも決してそうじゃないっていうのは分かってもらいたいですかね。掘り師人生の先が結構こうあと何年かなっていうふうに考えた時に、自分の技術でそのじゃあやりきった、もう完全にもうやりきってもうこれ以上の作品はできないっていう日が来るんであれば、もう全然それで自分は全うできるんですけど、そうなるとは思えないんで、おそらくこういう仕事って一生がもうずっと修行なんで、で納得いく仕事が毎回できないんですね。で、毎回頑張ってやってまた次こうすればよかった、こうしようっていうのがずっと出てきてるんで、それ考えた時に、まあ、今すぐは無理ですけど、まあ、5年後10年後ぐらいが、まあ、弟子入りする志願者がもしいれば弟子を取って、で、まあ、そういう人間に自分の技術を全部継承していって任せたいなっていうのもちょっと最近考えるようになってきましたね。So that's the video on Waburi. I hope you guys enjoyed it. I know that before meeting Naoto or Hori Nao, like I never thought about ever getting a tattoo. But now that I've seen the process a bit more like up front and see how careful and thoughtful and really just beautiful a lot of these designs are, I'm a little bit more tempted to get a Waburi one day. That said, I don't know if I would just because it's a very like permanent thing. So let me know in the comments below, would you ever get Waburi done on you? And if you're so interested, would you want to contact Hori Nao? Thanks for watching guys, and I'll catch you next time. Peace.